どうも皆さんこんにちは。ちょっと夏仕様のロングガイズクにしてみました。今日は対戦よろしくお願いします。はい、ということでね、今日もフォールガイズという最高に面白そうなゲームやっていきたいと思います。対戦よろしくお願い。 What? なんかラグくね、今俺の目の前にいた子左に、いやラグ、え、あの子、待って、この子永遠にラグ、ほら見て、え、永遠にラグ、どこ行った、ほらどこ行った、永遠にラグい子いなかった今、怖すぎちゃん。どこ行った、あの子やんね、パイナップル頭の。あの子ラグくないか、びっくりした。なんか急に、なんかあらぬ方向に瞬間移動するテレポーターの持ち主かなと思いました。対戦よろしくお願いします。ということでね、何やらなんかいろいろとフォールガイズ、なんかアップデートが来るやら来ないやら言われてるらしいですね。結構リーク情報なんですけど、なんか新しいギミックじゃないけど、なんかとんでもないなんか、ことが起きるらしいよ。いや、知らんけど。知らんけどね、まったく。お前飛べるんか、何をしてるの。こいつは何をしてるんだ、ほら変なことしてる。いやもうほら、あそこで変な落ちたから、この子ゴールできてたのにな。ほら言わんこっちゃない。言わんこっちゃないんやから。はい、第2試合目やっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。なんかね、今リーク情報なんですけど、そろそろアップデートが来るらしくて、まあそろそろって言っても、まああと1週間とか2週間ぐらい経てばアップデートが来るらしいんですけど、ちょっとうわこれなくなっちゃったな。まあいいや、ここ取って終わりにしようか。ああ、はい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 。なんかアップデートがね、1週間か2週間後くらいに来るらしくて、まあそれによって追加されるんかわかんないんですけど、なんか公式の動画でもね、出てたと思うんすけど、なんか変なインビジピーンズみたいなやつ、なんかあの、お菓子取って逃げるやつみたいな。あった、おい、なんで俺じゃないんだ今の。なんかお菓子取って逃げるやつ、なんか透明になったガイズくんとかが、なんか追いかけたりとかするやつ。あれがなんか追加されるのも1週間か2週間後くらい、もうその目前まで迫ってるらしいっすね。それに加えてか知んないけど、なんか新しいね、なんか変な、なんかこんなサテライトみたいな、なんかそういうイベントも、なんで届かないんですかこれ。ちょっとちょっとちょっと、ここ、そしてここはい、なんかサテライトみたいな、新しいなんかライブイベントみたいなのも来るらしいっすね。はい、続きまして動くスポットライチをやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。っていうかね、俺ね、あの PC の調子が悪いって話をね、昨日の動画したと思うんやけど、ちょっとやばいこれ、あ、ナイス。で、俺昨日ね、エディオンやったっけな、ちょ、どっか忘れてないけど、電気量販店行ってきたんよ。で、そのついでにさ、俺さ、最近の悩みで、全然起きれないんですよ、朝が。まあ、7時に起きようと思っても、8時ぐらいになっちゃう。やばい、それ戻んの？戻んのエッチすぎる、それは。じゃあ俺も戻ります。はい、ここ。ということで、その、量販店、電気量販店行ったついでに、なんかね、500円ぐらいで、電池で動く、めちゃくちゃ音うるさい、チリ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 ってなる系の目覚まし時計買ってきました。おそらくセミファイナル雪玉サバイバルやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。ということで、うわすぐめっちゃ開けてるやんこの子。ということで、昨日エディオンかどっかで、まあ、電気量販店かなんかで、まあ、500円ぐらいのね、まあ、こんな感じの、あ、電池で動くタイプのねやつを買ったんすよ。なんていうの、目覚まし時計を。これね、めちゃくちゃうるさくて、俺毎日もこれ2日使ってるんやけど、もう朝起きるたびに心臓がバクンってなりながら起きるんよ。もううるさくて急にびっくりして、もうめっちゃイライラする。俺朝起きてこんなにイライラして起きんのね、もう逆にストレスなんじゃないかと思ってね、もう一回寝るもん、イライラしすぎて。なんでこんなんで起きなあかんねんと思って。なんでこんなびっくりされなあかんのって思う俺。なんか朝起きてさ、でそれにイライラしてわざともう一回寝るっていうね、ちょっと俺の逆張り人間が出てしまって、もう逆にね、なんか、まあ、起きれません。あれ、そのやつじゃ、まあ、音では確実に起きるんやけど、なんかね、イライラする、本当に。うるさすぎて。危ない危ない危ない。これ、あんまり人死ななかったね。なるほど、結構上手い奴らが生き残ってると見ました。ごめんなさい、これがおそらくセミファイナルです。対戦よろしくお願いします。ということでね、最近俺は朝起きた瞬間からすげえイライラしてるという話でした。もうね、本当にね、起きれない。いや、でも起きてるんやけど、まあ、そのね、目覚まし時計買ったことに起きてるんやけど、なんかね、イライラしすぎてもう一回寝たろっていう気持ち気持ちになるよね。よくわからないかと思うんですが、俺もわかんない。この心理状況は。多分おそらく誰にもわかんない。あ、これちょっと待って。あれもう終わったんじゃないこれ。今一人、やっぱそうやんね。ファイナルラウンドは、ロールオープンヌやっていきたいと思います。ここね、ここ。ほら、ここね、うわぁ！なんか俺のね、前まではね、ほぼ確で決まってた、キルムーブが、もう全然できなくなってる。どういうことなんやろ、あれ。
なんで俺が死ぬんやろうな、後ろから俺が押してんのに。もうやめます、もうあのキルムーブはもう二度としないということでですね、普通にまあやるときはキルしていこう。もう一回ちょっと試してみたいけどな俺は。ここ、いやでも今回ちょっと足場が全然キル用の足場じゃないな。危ない、あいつちょっと縛りかけたけどバレたか。さてさて残り5人か。さてさて今2人が消えて残り5人になってきたんですが、なんかこいついつものギリギリで誘ってるのか、こいつやろうとして俺がやるのを誘ってるの可能性もなきにしもあらずんばなんですけど、ここそしてここ、おっと元1人死んだね。あ、さっきの誘ってる子だな今の。危ない、これね、なんで早めに人を蹴落としたいかっていうと、押して押されてでなんかね変なね、自分の行きたいルート行けなかった時あるから、なるべく芝居てる方が確実に勝てるっていうパターンもあるんですよね。ここそしてちょっと何ですかほら、ちょっと危ない今の。今のね、今みたいになるから俺はなるべく早めに人数を減らしておきたいんですよ。誰かに押されてとか、こいつが邪魔で奥行けなかったみたいな感じで、ね、死ぬことめっちゃ多いからこのゲーム、まあ、ラグなんですけど、全てはラグなんですけど、まあ、ラグが全て解消されることはおそらくないので。危ない、ほら今のもすげえ押されたんですけど、危ないよ。ここはい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 、ここシャネル、ここシャネル、ミランダか、はい、ポッチャンしていく、いけポッチャン。ちょっと待って、これまだ覚えきれてないな俺。危ない、今のもやっぱりなるべくねジャンプしたとかいいかもしんないね。さてと、こっからちょっと落ち着いていきましょうか。一回飛んでピョン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 と。なるほど、こっちは、あーこっちないんや。オッケーオッケー、全て理解しました。うわこれ微妙だな。あーでも残り1人だな、こいつをやることができたら。おら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 、やれたか俺。くっそこいつ。なかなかやるじゃないか、なかなかやるじゃない。これでこっち行って、でこっち行って、またこっちなんよね。でこっちなんよ、でこっち行きます、でこっち行きます、でこっち行きます。いやこいつなかなかどうして、いやー。